こんにちは、ゆめねこです。ご視聴ありがとうございます。実は最近、スモモはすごい果物なのではないかと思わずにはいられないので、この動画を作りました。ではなぜすごいと思ったかというと、酸っぱいものや硬いものが好きな人にも、甘いものや柔らかいものが好きな人にも、一つのスモモが全体をできてしまうということです。酸っぱい、甘酸っぱい、甘い、激甘、カリカリ、シャキ、やわやわ、トロトロ、このような変化が一つのスモモで起こるなんてすごいと思いませんか？スモモというとこういう色をイメージする方が多いのではないでしょうか。こちらの品種は赤く色づいた頃に収穫されます。家庭果樹園では完熟に近い状態まで木にならせておくことも可能ですが、非常に柔らかいので運んでいるうちに傷ついて傷むことを考えると、硬いうちに収穫するのが一般的です。何日か追熟させることで色んでいきます。スモモにはいろいろな品種がありますが、その中でも私が特におすすめしたい品種はこのソルダムという品種です。先ほどのスモモと違って、ソルダムはこのような緑色で収穫されます。このソルダム、酸っぱくて硬いものが好きな人にも、柔らかくて甘いものが好きな人にも対応できてしまうありがたいスモモです。もちろん他のスモモも味の変化はあります。酸味よりとにかく甘いものが好きという方は、こちらの帝王という品種もおすすめしたいです。ここから少し私の好みの話になってしまいますが、甘すぎが苦手、適度な酸味が好き、硬い食感が好き、こういった好みを総合的に見た結果、自分の好みに一番しっくりくるのがこのソルダムでした。それでは次の3枚の写真をご覧ください。こちらはすべてソルダムになります。1番は硬い、酸っぱすぎない酸味、甘すぎないという特徴があります。個人的にはこの1の状態が大好きですが、硬くて酸っぱめなので食べ過ぎてしまうと胃が痛くなるので、万人受けする色味具合ではないような気がします。しかし、いかにも肌に良さそうな、ダイエット中でも安心して食べられる甘すぎない果物といった感じがします。そして追熟することで日に日に見た目、味が変化していきます。2番は少し硬い、酸味が控えめ、甘いといった特徴があります。そして3番は柔らかい、ほぼ酸味なし、そしてかなり甘いという特徴があります。ここまで来ると皮の色は赤くなっています。それではソルダムの追熟の様子を見てみましょう。こちらは収穫後3日目の様子です。あまりにも緑色なので、これで良かったのかと心配になるレベルです。さすがに収穫が早すぎたと言いたいところですが、色づく前に木から落ちてしまうものがあったため、木で色むのを待つのではなく収穫することにしたそうです。それでは少し触ってみたいと思います。結構硬いです。このようにほんのり赤いものもあります。こちら赤い部分は少し柔らかいです。ここで一つ食べてみました。感想はというと、美味しいです。ただめっちゃ酸っぱいです。もう一個剥いてみたところ、中身の色が違っていました。調べたところ、店頭にはこのくらいの色味具合で売られていることが多いそうです。そこからは好みの色味具合まで置いておく
という流れになるようです。そしてこの矢印ですが、これはカメムシが汁を吸った跡です。それではまだまだ硬いので追熟させていきます。このまま室温に置いておきます。この日は8月の8日、収穫後3日目でした。新聞紙に包む、ビニール袋に入れるなどの情報がありましたが、あまりにも室温が高かったのでビニール袋には入れず、このように右側だけ新聞紙を置いてみましたが、3日くらい経ってもあまり変化が感じられなかったので取ることにしました。それでは8月の13日です。追熟スタートから5日目の様子になります。あまり変化がない中、なぜかやけに色んでいるものがあります。両方で2つだけ色んでいました。ただその一つはカメムシの跡で傷んでいました。スモモに限らず傷物は傷みやすいことがわかります。見比べてみるとほんのり黄みがかったようにも見えますが、しかし変わっていないといえばそのようにも見えます。それでは2つだけ赤かったものを剥いてみたいと思います。このように真っ赤でとても柔らかいです。息子がかなり甘いと言っていました。個人的に硬い、酸っぱいが好きなのでちょっときついかなと思いましたが、食べてみたところ酸味がほぼなくなっていて、味で言うとこの帝王の味に似ていました。傷があったりカメムシが吸った部分は痛みがとても早く、追熟中にこのように腐ってしまうことも分かりました。1週間もすれば全体的に赤くなると思っていましたが、思いのほか色づきが遅かったです。このまま置いておけばもっと色んできますが、硬さや甘さ的にこの状態が自分のベストのように感じるので、室温管理から冷蔵庫に移して追熟を終わらせたいと思います。それでは様子を見てみましょう。こちらは青々としていますが、もうこちらカメムシの部分は腐ってしまっているのがわかります。そして追熟のペースが違うということもわかりました。それではそれぞれを剥いてみたいと思います。この色はほんのり酸っぱくて甘すぎない状態です。それではこの青々しいのを剥いてみましょう。この色は結構酸っぱくて甘すぎない状態です。同じ収穫日でもこのように差があるので、触った感触や色の違いで自分の好みの状態にしていきましょう。それではこの問題のある方を剥いていきましょう。もう想像通りですね。しかしこの青い方を剥くと、こちら側は美味しそうな色をしています。それではもう一かごの方を見てみましょう。表面が張りを保ったまま追熟できるのがベストではありますが、このようにシワが入ってきたものもあるので、厚すぎない場所で新聞紙に包むなどするともしかしたらもっときれいに追熟できるのかもしれません。それでは最後のまとめです。スモモは自分の好みまで追熟、酸っぱいのが好きな方はかなり早い段階が食べ頃です。最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。普段はパンのレシピ動画を作っています。よかったらこちらもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。